火を感じることができるのは厄介だな。まだこの岩場から出た形跡がない。どこかに身を潜めているはずだ。どうだ天津飯。いや、俺の目でもまだ探し出せん。いたかクリリン。ダメだ、岩場にうまく隠れてやがる。ホッセイ。ザコがいるようだな。凄まじい木の塊だ。ロハン、奴はいたか。ごめんなさい、こんな…そうか。よせ。ザコがいるようだな。ベジータ、奴はどうした。あの野郎、思ったより素早い。もう逃げてしまったかもしれんな。これでは仲間を呼べまい。ではエネルギーをいただくぞ。ご飯来てくれ、人造人間が。ピッコロさん、 あっちだ。このまま死んでしまえ。なぜだ、あいつに見つかるわけは。くっ。
もらったぞ。捉えてろ。せよ。片付けてくれ。片付けてくれ。片付けてくれ。マカンゴーザップ。この時にくそ、貴様程度ならどうにでも。片付けてくれ。マカンゴーザップ。片付けてくれ。貴様程度ならどうにでも。片付けてくれ。もらったぞ。バカだ、こんなことも。どうした、想定外か。これだ。麦はもらったぞ。計算の通りだ。俺を見くびるんだ。ジュエレレラティジュエレレラチュア。ジュアリレレララ。ジュアリレレララ。貴様のエネルギーを吸収したはずなのに。俺たちは戦いで一気にエネルギーを増幅させる。貴様がさっき奪ったエネルギーは知れたものだ。ジュアリレレララ。ジュア。俺の知ってる人造人間とは違う。どういうことだ。みんな一体何と戦ってるんだ。己ピッコロまでもがここまで力を上げていたとは。とんでもない誤算だ。帰るしかない。研究所に。本来の歴史では俺たちは全滅させられるはずだったが、未来は変わってしまうようだな。ん？やっほー！今だ！貴様らには絶対に勝ち目はない！17号と18号が今に貴様らを殺しに来るぞ！何？あ！
トランクス？トランクスだと？俺のガキと同じ名前だ。未来から来た。そうか。大丈夫でしたか？お前、あの時の、わざわざ来てくれたのか？はい。あなたたちの応援をしようと思って。しかし、奴は一体。ち、あの人形野郎、煙に紛れて逃げやがったか。くそ。なぜ、奥さんや子供を助けようとしなかったんですか？くだらん。俺はそんなことに興味がないんだ。ここに来る途中、破壊されていた人造人間を見たのですが、あなたたちが戦っていた人造人間と、俺の知っている人造人間とは違っているようです。だったらあいつは何だ？大した問題じゃないんじゃないか？歴史がちょっと変わってるとか。ねえ、さっきの変なジジイが人造人間だったの？え、そうですよ。あれは多分ドクターゲロ本人よ。科学者の本で写真見たことあるもの。多分生き続けたくて自分まで改造したんだと思うわ。そんな、前に俺が過去に来てしまったことで歴史そのものがずれてしまったのか。奴が17号と18号と言っていたな。そいつらがお前の言う二人の人造人間だろう。教えろ、そいつらの特徴。はい。17号は長い黒髪の少年です。首にスカーフを。18号は可愛い女の子タイプ。服装は俺みたいな感じです。お、女の子タイプかよ。ブルマ、ドクターゲロの研究所の場所がわかるか？奴は必ずそこに戻るはずだ。確か北の方の山じゃなかったかしら。洞窟を改造した研究所って噂があったはずよ。それにしてもレッドリボン軍のお抱えだってのは知らなかったわ。なるほど。ドクターゲロが研究所に戻って17号と18号を目覚めさせる前に破壊してしまおうというわけだな。俺はそんな臆病なことはせん。真っ先にこの俺の手で片付けてやりたいだけだ。いけません。研究所を見つけたら人造人間が動き出す前に破壊すべきです。もしそれが間に合わなかったら孫悟空さんの病気が治るまで戦いを避けるべきです。カカロットを待つ必要はない。この俺もスーパーサイヤ人になったんだ。同じスーパーサイヤ人ならあんな奴より王子の俺の方が数段強いに決まっている。邪魔はさせんぞ。確かにスーパーサイヤ人の力を得た今のベジータなら人造人間たちを片付けられるかもしれん。俺もスーパーサイヤ人になれるんですよ。だが奴らにはかなわなかった。俺も行きます。嫌な奴だが、二度とお父さんを死なせやしない。お父さん？お父さんって言ったの？どういうことかしら。もう黙っていても意味はない。教えてやる。あいつの名はトランクス。父はベジータ。母はお前だ。つまりあいつはお前が抱いているその赤ん坊の成長した姿だ。へえ、そうだったの。やっとわかったぞ。あいつもスーパーサイヤ人になれたわけだ。どうやら人造人間は動き出す前に破壊した方が良さそうだ。お前たちも俺と一緒にドクターゲルの研究所を探してくれ。うん、そうだな。はい、ブルマさん、お父さんにこのことを知らせておいてください。もし早く病気が治ったら来てほしいって。いいけど、どうやって知らせるわけ？壊れちゃったのよ、飛行機。ご飯、お前が連れてってやれ。人造人間の方は破壊するだけなら俺たちだけで十分だ。はい。では気をつけて。よし、行くぞ。必ずベジータより先に見つけるんだ。おう。
人造人間が動き出す前に研究所を見つけるんだ。化け物もここまでは来ないか。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃい。毎度いろいろあるよ。毎度よせ。17号と18号が動き出したとしたら、ベジータで勝てると思うか。さあな。今は奴らが動き出す前に破壊できるよう祈るしかあるまい。人が少ない北の山中に研究所を作るとは、ドクター・ゲロというのはよほど人が嫌いのようだな。あまり評判のいい科学者ではなかったそうだな。わからん話ではない。17号と18号か。もうベジータが先に見つけていないだろうな。